皆さんこんにちは、大川祐介です。いやー、来ましたね。はい、今回はアップルから新しく発表されたアップルウォッチシリーズ6と iPad Air をレビューしていきたいところですが、ちょっとね、いろいろありまして、すでにね、多くの方が分かりやすい新製品のまとめをね、してくださっているので、僕はね、動画クリエイターらしく、Apple のプロモーション動画を見て感じたことを、今回ね、レビューしていこうと思います。いやね、本当はね、新製品のポイントを まとめて皆さんにすぐに、お伝えしたかったんですけど、まあ、深夜2時に、まあ、起きて新作発表会を、まあ、頑張って見てた時に、ふと、あれこれ、明日の生産性考えたら寝た方がいいな。と思ったので、今回ね、こういった形になってしまいました。すいません。Apple といえばね、まあ、世界一の時価総額を誇る企業でして、プロダクト、広告ともに世界最高峰だと僕は思っています。プロダクトのね、魅力を、まあ、解説することも、まあ、素敵なことだと思うんですけど、まあ、世界一の企業が、まあ、作ったこのプロモーション動画から、学べることって、まあ、大いにあるというふうに、考えているので、まあ、今回はね、僕なりに感じたことを包み隠さず皆さんにお伝えできたらなというふうに思っています。で、まあね、最初に一応まあ伝えておくんですけれども、まあ、Appleのね、まあ、映像ってもう本当にレベルが高すぎるので、まあ、僕からAppleに対して、このフィードバックとか、批判とかすることってのはありません。このね、完璧な動画の、まあ、どこがすごいのか、で、どんなメッセージがあるのか、で、どんな構図で表現しているのか、など、まあ、動画好きの方やね、Apple 好きの方へ、新しい視点を共有して、よりね、Apple や動画の魅力を世の中へ広めていけたらなと、思っています。では、早速、やっていきましょう。で、16日深夜2時から、まあ、今の段階ですでに5本動画が、まあ、Apple 公式 YouTube にアップされています。1つ目が、Introducing iPad Air。で、2つ目が、Introducing Apple Watch Series 6。It Already Does That。この動画が、まあ、一番特に好きでした。はい、3つ目、Apple Watch The Device That Saved Me。で、4つ目、Introducing Apple Fitness Plus。5つ目、Apple Watch All New Watch Faces となっています。全部ね、紹介するのは、まあ、かなり難しいので、今回はイントロデューシング系の、まあ、Apple Watch と iPad Air をね、見ていきたいと思います。で、ちなみにね、その他の動画も本当に Apple らしくて、とてもね、素晴らしかったので、ぜひご覧いただけたらなというふうに思っています。はい、では早速 Apple Watch シリーズ6、一つ目からね、見ていこうと思うんですけれども、こちら、It Already Does That という、まあ、テーマです。これがね、本当に面白かったので、まあ、皆さんにお伝えしたくても仕方がないんですけれども、まあ、このね、新製品のコンセプトが、健康の未来が手首の上にという形になっています。なのでね、今回の動画はそれにちなんだストーリーになっていますので、ご一緒に見ていきましょう。これ正直、ごめんなさい。俺最初見たときマジで何なのか分かりませんでした。けど何回も見て、しっかりその英語の訳を理解してくると、すごい楽しいストーリーになっていたということですね。はい。まずね、表現としては、まあ地球から行くと。地球から行って、徐々にまあ近づいていくと。まあこれ結構王道なんですけど、地球の引き、そして、都会の引き。で、どんどん都会のこのビルも近くなってくるんですよ。はい、近くなってくる。はい、もっと近くなる。で、次に、被写体みたいな形ですね。今回、なんでこの動画がすごい好きだったかっていうと、まあサーフィンのね、映像があったってのもあるし、あとはね、シネマティック表現。僕がシネマティック教材で、3つのエフェクトをご紹介したと思うんですけれども、結構そのエフェクトがもうめちゃくちゃ使われていると。いつも僕が使ってるような技法が、まあ、もっとね、クオリティ高く Apple の映像では使われていたので、まあすごく感動しました。This already does that. はい。で、枕で黒に隠して、もう一回始まると。これ、意味わかりますか？皆さん。It already does that ということなんで、もうすでにやってるよってことなんですよ。ちょっと日本語の訳追加させていただいたんですけれども、まあ、ある日ね、機械学習が、まあ、あなたに力を与える未来を想像してみてくださいと。はい、想像しますよね。で、それを、今回検証していきましょうってナレーションの方が言っています。はい。まずはね、睡眠を追跡することなんて、テクノロジーが発達したら、まあ余裕な未来なんですよ。って言ってて、で、こんにちは。Can I help you? 何か助けることありますか？
って言ったら、いやいや、It already does that. もうすでにやってるよ。って言って、もういらないよ、みたいな感じで。あ、OK, OK, OK, OK. マジか。もう、睡眠とか測れちゃってんだ。OK, じゃあもう一回やり直そう。って言って、Imagine one day って始まってるんですね。これ最初の、Imagine one day っていうのと同じです。で、また、始まって、いつかね、光学センサーを、まあ、備えた小さなデバイスは、あなたの心臓の、まあ、脈拍を測りますよ。みたいな感じ言ってんだけど、Yes, what? It already does that. もうすでにやってるよ。What?っていう感じですね。わかりますか?このストーリーの、まあ、やりとりで今回は、動画がね、進んでいきます。めちゃくちゃいいですよね。で、まずは、この映像表現なんですけど、まずこの音楽ね。これ、僕、AirPods で聞いた時にすごく些細な音楽まで、サウンドエフェクトですね、入っていて、このなんか、SFX ですかね。すごい低音が綺麗に入っていて、めちゃくちゃシネマなクロップもついているし、表現だなと思いました。で、ドローンの操縦もめっちゃ上手くて、下アングルが徐々に上がってくると。で、高度が少し下がってるんですよ。こういう表現ってめちゃくちゃうまいので、Apple とか、まあ、広告の映像を見てドローン撮影をね、意識してみてください。そして、この、なんて言うんだろう、山の上に、まあ、立って、僕もこういうシーン やりましたよね。はい。もう自分と Apple を比較するわけじゃないですけれども、こういうシーンは結構、ドローンとかではね、大事になってきます。で、この撮影の仕方はちょっと謎です。非常に。It already does that.で、これ面白いのが、この方から次のカットに行くまで回ってますよね。で、回ってて、次のカット何かっていうと波で、その回転が同じ方向向いてるんですね。ボーン。で、このシーンとかも超かっこいいです。もうこのシーンが僕めちゃくちゃ好きだったんですけれども、まずね、海にシネマカメラを絶対持ってってるんですよ。この時点でやばいし、あとはこの水中で、こんな腕時計が強調されることってないんですね。なので、やっぱりこのグレーディングとかもしっかりアップルウォッチが際立つようになってるってところが、まあ、さすがだなっていうふうに思いました。で、これストーリーとしては、まあ、心拍数が高すぎる場合は、アラート送信しますよって言ったんだけど、It already does that! もう大丈夫だからって言って、ジャブーン。じゃあもう一回新しいこと試してみようか。みたいな感じで、ナレーションが頑張っています。で、このつなぎも面白いですよ。はい、わかります?このつなぎ。海の水。そして、次に、この噴水の水。まあ、本当にストーリーに、まあ、没入できるというか、つなぎがすごく綺麗ですね。はい。はい。これ何を言ってるかっていうと、騒がしい場所にね、いるときは、アラームを送信しますよ。私が描いてる未来は、そういう未来なんですよ。って言ったら、おじいさんが、いや、もう受け取ったよ、アラームの一つ。って言って、これ何言ってるかと、Loud environment, sound levels are hit 90 decibels, around 30 minutes at this level can cause temporary hearing loss. って言ってるんですね。なので、この 90dB 以上の場所に30分間いると難聴になる可能性が高いから、気をつけろよ、お前。っていう通知を、もう受け取ってるよっておじいちゃんが。で、このつなげ、皆さん、パンエフェクトですよ。カメラを横に振って、また次、横に振ったものから、捉えていくっていう技法ですね。もうシネマティック表現で僕これよくやってるんで、ただ、もうすべての撮り方が超うまい。つなげも超綺麗だし。これも同じです。いやいや、もう心電図測ることができるからって。いや、大丈夫大丈夫。あと1秒で終わるから。いろいろでやつだって言って、走っていくと。で、このね、レンズも、これシネマカメラ多分アリかレッドだと思うんですけれども、アナモフィックレンズ使ってますね。この光の伸びを見ると。かっこいい。アナモフィックレンズ使ってみたいなっていうふうに思います。で、走りますと。これ次のカットも同じです。自転車が前を通り過ぎるんですね。この自転車、見てください。右側にいますよね。これが、一気にまた自転車で切り替わるんですよ。この、表現って僕がいつもシネマティック表現で皆さんにお伝えしてる内容と同じなんですね。なので、まあすごく僕もね、嬉しいって思いもありつつも、やっぱりその表現を、まあ洗練させて、このストーリーとね、重ね合わせてるってすごいですよね。で、自転車。標高で継続的に追跡することはどうなんですかって言ったら、いいどれだぜ。もうやってるよ、だぜ。で、またパンエフェクト。右側に振って、右側に振って、次テニス。Does that. もうやってるよ。
で、これもテニスのラケットでまたトランジションっていう感じですね。はい。で、これ、クマさんが、まあ、アニメーションって CG で入っていたんですけれども、なんかこの非現実な感じもまたなんかいいなって思いました。リアルすぎない感じがね。はい。クマに襲われても、緊急で911教えてくれるよ。もうすでにやってるよ。マジかよ。で、上行って、Imagine the future. この人めちゃくちゃ焦ってますね。で、まあ、赤外線を使用して血液を測定する、まあ、小さなデバイスなんですよ。Already does that って言ってますね、今口パクで。はい。今回のこの Apple Watch シリーズ6の目玉は、まあ、血中の酸素を測ることができるということですね。それを最後に伝えてます。で、見落としてはいけないのが、ここの紙見てください。It already does that. じゃあね。The future of health is on your wrist. あなたのね、健康の未来が手首の上にっていうことで終わっています。はい。まあね、革新的な新しいセンサーと、まあ、アプリで体の酸素のレベルをチェックしたり、進化したレティナディスプレイでフィットネスの測定値を確認したり、まあ、健やかにアクティブにもっと繋がれる、そんな毎日が手首の上から始まるよっていうのを、この動画では伝えていました。まあ、英語がね、わからない僕には結構、まあ、難しいメッセージだったんですけど、まあ、本当に奥が深くて、素晴らしい動画でした。次にね、二つ目です。Introducing iPad AirAir です。はい。で、このね、iPad Air で、まあ、できる表現と、まあ、スペックを、もう本当にいい感じに混合した表現になっていて、まあ、面白いことに、この iPad Air の、この公式ホームページの、あの、特徴の順番に綺麗に入っていたのが、まあ、すごく良かったです。早速動画見ていきましょう。はい。これ字幕いらないかな。まず実写です。ペンをタッチしてから、まあ、起動して始まるよってことなんですけれども、これって、ただ単純に iPad Air がいけてるよだけじゃなくて、この iPad の画面からスペックがすべて紹介されてるんですね。これで言うと、This is a new iPad Air。これが iPad Air です。って伝えています。そっから、これ実写なんですけれども、素材をインポートしてタップすると、一気にアニメーションに入りますね。今回はこの5色のカラーで iPad Air は成り立っていますよと。ほら、5つのカラーですよ。はい。これペンをマクロで、まあ、ダニエル・シェファーさんのああいうレンズですよ。こうやってシューって撮って、これ実写ですね。で、オールスクリーンデザインズ。オールスクリーンデザインってのも、この Apple の、まあ、LP ランディングページで最初にあったやつですね。まあ、ホームボタンとかもなしで、すべてが、まあ、スクリーンのデザインですよってことが iPad Air の特徴です。タッチして、Works with Apple Pencil。Apple Pencil も使えるし、Perfect for Taking Note、ノートもできるし、こんな感じでペンで書いてメッセージを送ることもできちゃうっていう機能の良さを伝えたりとか、で、ここでは、まあ、このぐらいパフォーマンスがありますよと。ラプトップ PC よりもめちゃくちゃ早いんですよと。で、こんなこともできちゃいます。ゲームしたり、動画編集したり。で、ここから実写に入りますと。なので、本当に iPad の画面で、今回の iPad Air の説明をしつつも、実写も交えて、解説してるって感じですね。はい。で、ちょっと移動して、まあ、マジックキーボードも使えちゃいます。Works with Magic Keyboard って画面にもあります。はい。これ何を伝えたかっていうと、ステレオスピーカーズ、両方から音楽出ますよ。音楽あげます。で、これ本当にね、Apple ってさっきも伝えたんですけれども、音楽との相性がめっちゃいいんですよ。スピーカーで音量を上げた瞬間に音楽のテンポが変わって一気に盛り上がるんですね。はい、次タッチ ID。 12メガピクセルカメラ、7メガピクセルのフェイスタイム、自分のね、だからズームとかも全然できますよっていう話ですね。で、最後はこのイラストレーターのテキストで、まあ、スペックを伝えてると。で、このカラーで今回が iPad Air です。っていう。
まあ本当に素晴らしい映像なんですけれども、まあ何がすごかったかって、僕ね、こういう iPad のまあシネマティック動画とか作ったことあるんですけれども、反射するんですよ、まず。まずね、綺麗になんか変なものも映ってないし、画面も超綺麗だし、まあこれでね、変なものが映ってたらまあやばいですけれども、まあなんかすごい構図も綺麗だし、なんか iPad のスペックもわかるんだけれども、なんだろう、この、なんか自分も使いたくなるような、なんかモチベーティブになるような印象だったので、まあ僕はね、速攻 iPad Air はポチろうと思っているんですけれども、このアニメーションと実写で iPad 画面内の情報、まあ、全てにおいてすごくわかりやすくて iPad Air のまあ紹介映像としては、まあ、最もね適した形なんじゃないかなというふうに、印象を受けました。いやーもう本当にすごすぎますね。もうね何も言うことがありません。まあ表現もねもちろん半端ないんですけれども、まあ Apple っていうテクノロジー企業がまあ、iPhone っていうね、革新的な、まあ、デバイスを作り出して、まあ、時代を変えたんですけれども、まあ、Apple Watch しかり、まあ、次はね、なんか人間の寿命を伸ばすようなプロダクトがね、まあ、出てきたということで、まあ、テクノロジーが人のね、寿命を、命をね、救う領域まで参入してきたってことが、まあ、やっぱ不思議だし、なんか、まあ、Apple ってすごいなって思うし、僕も頑張んなきゃいけないなっていうふうに、感じた、まあ、映像でした。映像からそのことを感じてしまったんですけれども、まあ、今回ね、ご紹介した iPad Air とか、Apple Watch とかは、またね、購入して、まあ、動画クリエイター兼起業家のね、大川祐介としてしっかり、お伝えしていこうと思いますので、今後ともね、楽しみにお待ちください。今日もね、最後までご覧いただきありがとうございました。Hey Siri! ありがとう。